今日は私のですね、このシニアリーグね、シニアリーグにですね、アンチさんが来てね、この取り締め水危ない危ないみたいなこと言うんで、お前何言ってんのと。お前魚食うのか水飲むのかって、ずーっと質問したらね、そしたらね、この人が言ってたんですって言って、ソースがね、山本太郎だったんですよ。ちょっと待てって感じでね。山本太郎氏についてはですね、ちょっとこれ言わせてもらいます。まあ、堀江さんもすげえ怒ってましたよね。山本太郎てめえ聞けみたいな感じでね、怒ってましたけど、この人たちほんと意図的に一貫してですね、福島に対するデマを流してます。まずですね、山本太郎はね、動画でね、なんかその、福島の水危ない危ない言ってたのに、コミュニティノートをまず被弾してます。動画の中の発言でね、各種30種類しか調べてないとかなんか言ってるらしいんですよ。アルプスのことね、多分ね。アルプスのことですけど、放射線の減少期間の短い各種まで測定する必要がないので、だから調べてないんですよ。これコミュニティの音に書いてあります。それからタンクに放置しない理由について、タンクは老朽化漏洩する危険や廃炉復興作業の障害になるので、だからタンクには放置できないんですよ。当たり前でしょ。それから IAEA は信用できない、東京新聞みたいなことこいつ言ってるんですけど、まあ、ネタ元こいつかって感じですけどね。 IAEA は核不拡散条約を推進する国連の派生機関、また PIF 参加国の中でも IAEA 報告を支持していると。さらにですね、海洋生物のね、生物濃縮があるとか言ってるんですけど、これ有名な話ね。トリチウム生物濃縮しないんですよ。コミュニティノートにもこう書いてあります。濃縮は起きないことが科学的に立証済み、放出は安全基準以下の処理水ということで、まずね、この人ね、コミュニティノートに思いっきり被弾しています。さらにですね、山本太郎の仲間でね、大石明人さんって人がね、これ8月24日にね、こんなツイートしてるんですよ。放射能汚染に関し、代表山本太郎をはじめ令和新選組は上げ足取りをされない事実の積み上げだけにより、国会はじめ言論活動してきた。この声明はその努力の結果であり、皆さんもぜひご一読いただきたいって、またこのね、デマ声明を、まあ、拡散してるんですけど、物理学者のですね、菊池誠先生がですね、こんな風に言ってます。完全に内容が誤っていますね、と。令和新選組は、党を挙げて風評加害者ですし、それは確信犯的にやっている悪質な行為ではないでしょうか、と。いうことですね。読む必要ないですね。物理学者からですね、完全に内容が間違ってると、まあ、突っ込み入れられてるので、もうこんなもん読む価値ねえな、と、いうことです。さらにですね、三枝源太郎さんね、元産経新聞のね、花田プラスの記事を、引用してですね、福島をべくれてる。と言ってですね、小馬鹿にしたことは忘れられない、こんな輩は日本の救世主だとか言ってる人がいるって、詐欺師に騙されるタイプやねって、もうほんとその通りです。今日私のライブに来た、まあそのアンチの方ね、まあ完全にその詐欺師に騙されるタイプなのかなと。だから俺も言ったんですよ、それ危ないよと、あなた本当にと、そんなん信じてんのと。ちゃんと山太郎氏以外のね、いろんなエビデンスあるからちゃんと読んだ方がいいよと。彼はね、自分の言ったことばっかり読ませようとすると、もうこれカルト的な団体の特徴です。自分が言ったね、そのエコチェンバーの外に出さないようにするんですけど、いろんなの読んだ方がいいですよ。まあ、そういう意味でね、今日アンチでね、俺のシニアリーグ見に来たってのは立派なもんだなと思うんですけどね。ぜひね、いろんなことやって目覚めてほしいなと思うんですけれども、これ、花田プラスのね、記事ですね。坂井博さんという方がね、書いたんですけれども、概要こう書いてあります。水に流すという言葉があるが、水に流せないこともある。2011年、高濃度汚染地域、東京から山本太郎です。超高濃度汚染地域、福島東北にお住まいの皆さん、こんにちは。避難してください。未来はないです。子供たちを無理心中に引き込まないでください。大人として子供のためにも疎開してくださいと発言した山本太郎を再び国会議員にしていいのかというね、これ2021年の、記事ですけれども、全くそうですよね。左派ポピュリストと言われている令和新選組の山本太郎の主張は、大抵どの程度正しいのか、あるいは理にかなっているかどうか、山本、太郎ファクトチェックではそのことを問い、彼の経済政策や思い描く理想的な社会はファンタジーにしか見えないという結論で締めくくりましたと。まあその通りですね。その経済政策も MMT もどきみたいなこと言ってますけど、あんなのできるわけねえだろうって話ですよね。何言ってんの。いや、そんだけお金吸ってもインフレ起こんなかったらさ、まあいいや、これ言ってるとちょっと長くなるね。まあそういうことです。三枝さんもこういうふうに批判しておりました。今回のね、件なんですけど、冒頭言ったところですよ。これは、堀江さんもね、動画の中でおっしゃってます。山本太郎氏に対してお怒りを込めてですね、堀江さんもおっしゃってるんですけれども、物理学者のですね、多田翔さんがね、昨日ね、こういうツイートされたんです。もうこれが全てだと思うんです。あんたが捨ててる生活排水は、処理場で各種物質濃度を基準値以下にして、いいですか?基準値以下にして、河川や川に捨ててんねんで、完全に除去してるわけやない。それがダメなら、あんたは生活排水を一切出さんことやな、と。その程度のことも理解できへんくせに、偉そうに科学を語るな。何の学者かと思えば、政治学かよ。わらわらと。いうことで。すごいね。もう、ボロッカスですね。田中慎一郎というね、なんか政治学者らしいんですけれども、千葉商科大学の、
准教授ね、フルボッコにされております。さらに多田さんね、この手の連中って何が起きてるか理解できてないくせに、でも自分はそれより高みに位置したいという欲求だけは旺盛だから、こういうトンチンカンなこと言うんでしょうねと。まあ言ってる内容トンチンカンなんでね、もう読みもしませんけどね、取り上げるべきも、べくもないんですけどね。まあこの田中慎一郎氏はね、科学の問題じゃなくて倫理の問題だと思うんですよとか言ってるんですけど、じゃあお前さ、な、生活排水処理した水が流れてて、川には。それ、飲料水で俺たち取って飲んでるから、それ飲まねばいいんじゃないかみたいなね。もう一回言いますよ。あなたが捨ててる生活排水は、処理場で各種物質濃度を基準値以下にして、河川や海に捨ててんねんで、完全に除去しているわけやない。それが、ダメなら、あんたは生活排水を一切出さんことやな、と。その程度のことも理解できへんくせに、偉そうに科学を語るな。何の学者かと思えば、政治学かよ、わらわら。本当情けねえなと、いうことです。つまりこういうことなんですよ。堀江さんがね、薄めるって意味わかるかみたいな、ね、感じでお怒りでしたけれども、まさに、そういうことです。ある程度除去してね、除去できるものは除去して、その後除去できないものは基準値以下にして海洋に放出すると。今日もね、日曜討論で、鳥海先生ね、鳥海先生がおっしゃってましたけれども、今回の処理水、放出してですね、もう数キロも行かないうちにですね、海に含まれているトリチウムの濃度よりも低くなってしまうと。いうことです。海に含まれているトリチウムの濃度と、海にで混ぜちゃうとね、海に含まれているトリチウムの濃度と同じもしくはそれ以下になってしまうわけですよ。まあ、処理水に関してはもう、海に含まれている濃度以下のものでしか出してないですからね。現時点ではね。確かそういう、報道ではそうでしたよね。なので、今出しているものもですね、もう数キロもいかないうちにですね、少なくとも海に含まれているトリチウムと同じ濃度になると。それが危険だとおっしゃるんだったら、海には入れないし、魚食えないし、海の水が蒸発して降る雨も浴びない方がいいし、まして、そのね、水が川で流れてくるわけですから、水も飲まない方がいいですよ。あんた本当に危険だと思うんだったら水飲むなよって話なんですけど、そこまで危険だと思ってないくせにさ、こういうこと言うわけでしょ。ペラ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 言うわけで。で、そいつらまたどうせ魚食うんだよ。例えばね、魚介の出汁のラーメンとか食うわけだよ。ふざけてんなと思うんですけどね。ひでえなと。